二号川は、福島方を源流とし、阿賀野川、日本海へ注ぐ新潟県新潟市北区を流れる、阿賀野川水系の一級河川。福島方を源流とし北区高森のくるみ、山排水機場で阿賀野川へ注ぐ本流と、本流より、道区二号、松方で分岐し、二号川排水機場を経て、道区松浜町で、日本海へ注ぐ二号川分水路。 さらに2号川分水路より、東区西名目所、三軒屋町で分岐し、東区新源島町の2号川水門で阿賀野川へ、注ぐ、羽川2号川分水路がある。なお、くるみ山排水機場が洪水時専用の施設である。ため、平水時の本流は、基本的に通水しておらず、2号川分水路が主要な流路となっている。かつては、濁川の別名を持ち、 新号川と書かれることもあった。かつて、2号川は、阿賀野川へ合流し、さらに品濃川に合流して、初めて、日本海へ流出する河川であったが、阿賀野川水系の河川では、江戸時代柴田藩の治水事業によって、新潟砂丘を改作して、直接日本海へ流出する、放水路が次々に掘られ、死運時方の干拓に関連して1730年の、 松ヶ崎掘り割り改作が行われた結果、阿賀野川は日本海へと直接流出することになった。これに伴って水位が下がり、二号川流域を含む地域では、新田とともに多くの村が創立した。二号川と阿賀野川は、江戸時代中期には荒崎付近で合流していたが、その後合流点は引き下げられ、明治期には、 阿賀野川と梶川の合流点付近になっていた。その後1914年には梶川を梶川分水路により本流域から分離。さらに元川も阿賀野川からの逆流防止のため昭和初期に入ってから単独で日本海に流出する分水路が開通した。この分水路は1933年から1934年頃に開通したものであり、 旧来の阿賀野川への流れは、現在の羽川2号川部に水路にあたる。ここには1931年に2号川公門が建設され、周運の安全航行に役立っていたほか、水門としての機能も果たしている。建て替え後の2号川排水機場流域は、海抜が低い上に砂丘に阻まれて排水が悪いため、亀田号と同様に県内有数の低湿地帯となっており、 田畑はたびたび浸水被害を受け、出電のための農作業には困難が伴っていた。そこで、国営事業によりポンプの力で排水するための施設である92号川排水機場が1954年に一部稼働し、1961年に完成した。さらに1970年に国営福島型管託事業により、併設排水機場が建設された。 その後これら二つの排水機場が老朽化したため1995年に国営阿賀野川右岸土地改良事業により現二号川排水機場に統合して建て替えられている。当時東洋一と言われた旧二号川排水機場であったが能力には限界があり、1966年の7.17水害。 そして翌1967年の8.28、水害では、梶川が氾濫するなどして2号川流域は、大規模な浸水被害を受けた。それゆえ1978年に阿賀野川へベッド、排水するためのくるみ山排水機場の事業に、着手していたが、同年6月の豪雨でも、2号川流域では、各所で、一水氾濫を生じた。 この豪雨水害により、激甚災害対策特別緊急事業の採択を受けてくるみ山排水機場の建設が促進され、1982年に稼働を開始した。こうして、排水機能が強化されていった2号川であるが、これと並行して10以上の河川が流入する福島型の排水が、本川だけで行われるという状態を解消するべく、 福島型放水路の建設が進められた。なお、この放水路は2003年に完成したが、潮止め関と片口関は、洪水時を除いて閉じられているため、平水時の福島型の排水はすべて2号川が、になっている。2号川は周運にも利用されており、在京町崩塚の発展に寄与した。川口より、順に記載。ありがとうございます。